10% ぐらいは入ってる。前の回答は10日だから。うんちが大きいのかな。ちょっと大きめですね。ちっちゃいのは出てはいるんですけど。そうか、まだじゃあ本当の調子ではないのかな。ここの中だとうんちしたくないみたいで。なんか、なんだろう。あまりしない。卵を産む巣だと思ってるんですかね。この中だと。出すと、ドボッとして、この中ばっかりだとあれかなと思って、一回自分のこの方に戻すと中でちっちゃいのしてるんですけど、でも心配だからこっちに戻すと、この中だとしない。しない？今って、昼間もこの中に入ってるわけ？ちょっと心配なんで。そうですよね。まあ、卵はないです。卵は、次の卵はない、今のところはね。まあでもさ、今なくてもさ、食卵って夜になったら置いてくることはありますけど、わかりました。まあ元気そうにしてたら、まあ昼間は大きなのに移してあげてください。夜から朝はまあここにしといてもらってね。よし、はい、ごめんね。そんで、なんで薬は A の方が何回ぐらい飲んでるんだろう。4回ぐらいで、 B が1回。 B はちょっともうこれで2日に1回また戻したいですね、はい。じゃあちょっと血流を良くする抗生照射療法をやらせてしまいます。行きましょう。お薬はもうあんでお、そうですね。今日じゃ出しますね。はい、そうか、今日つけようかなと思ったけど、まあちょっと伸ばしましょうかね。いいのか、まだ。これ21年。そうですね。4月21。あ、いいのか、4月21だからまだいいんだよね。はい、ごめんなさい、勘違いしました。まあ、あの薬は今回はまだ1週間で、また安定してきたら2週間とか出しますんで、まあ、1週間にしておきましょう。で、まあ今日は新しく出しますんで、じゃあその薬を飲ませてください。で、うん、A の方はそう、まあ、飲めたら4回、すごい調子よくなったら2回に下げてもいいですけどね。で、 B に関しては2日に1回。今日飲みました。今日は飲みました、うん。じゃあまあこの14、16、18、今の体重が26だから、体重もまあたまに測ってくださいね。はい、はい、じゃあこれお願いします。さえずりから少ないかな、じゃあもうまだ。でもどうだろう、主人とか見るとすごい。あ、主人も大好きだもんね。このなんかビニールのカサカサとかいう音が好きなんで、そうするとなんかチチチチ言ってます、うん。あと、チラシもこの子普通とはちょっと違うんでね、申し訳ないけど。はい、じゃあお薬ね、はい、ご用意しますね。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、お大事に当たってください。はい、じゃあお願いします。